ロ渋滞しています。海外旅行の代理店レックスロードに代金を振り込んだもののチケットが届かないという問題で、警視庁は今朝旅行業法違反の疑いで関係先を家宅捜索しました。レックスロードの丸岡久志社長は騙すつもりはなかったと話しています。4月から6月期の GDP 国内総生産は実質で前の期に比べて年率マイナス 6.8% と東日本大震災以来の大幅な落ち込みとなりました。個人消費は消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動減でマイナス 5.0% となっています。狭間カウンテです。四国88